子どもへの感染拡大を食い止めようと、子どもと接する保育士などを優先する新型コロナワクチンの接種会場が福岡県内10カ所に開設されました。優先接種会場の一つ、福岡天神センタービルの会場には、午後3時から20代の飲食店従業員らが訪れました。

福岡県内では先週1週間、保育所などでのクラスターが11件発生。ワクチン接種の対象外である子どもの感染が広がっています。福岡県で昨日までに2回目の接種を終えた人は47.14%で、若年層の接種が感染抑制の鍵となります。